これより知事の定例記者会見を始めます。知事よろしくお願いします。はい、今朝早朝から築地また豊洲視察朝早くからありがとうございました。オリンピックパラリンピックのトライアスロンの会場につきまして、はい、神奈川県の黒岩知事が積極的に協力したいとか、あるいは横浜の林市長が開催できれば嬉しいとかまあ、神奈川県選出の菅官房長官が何としても横浜にという趣旨の発言をされたと聞いて伝わっているんですけれども、この点について知事どのようにお考えですか。これは例えば港区の方からもこのお台場でやってもらいたいというような要望も来てますし、いろんな意見があると思いますけれども、ずっと申し上げているように各々近々の条件がありますねということで、まあ、一つは大腸菌含めての水質の問題があります。それからもう一つは航空管制の問題があります。でこういうことがクリアできれば所定のというか最初決めたところでやるというのは何にも問題ないでしょうけども、特に航空管制の問題でクリアできないということになれば何らかの方法を考えなければ両立しませんから、だからヘリコプターを使った空撮をしないのか、しないで撮る方法があればそれで問題ないと思います。で、まあ、あと水の質の問題は我々も東京都としても水の質の改善は一生懸命やってますから、だからその航空管制の問題でどうかということなんで、これは今組織委員会の森会長を中心にこのトライアスロンの問題はしっかりおやりになっていると思いますので、もう少し検討状況を見たいと思っています。